はい、皆さんこんにちは、ルトスノールです、いきなりなんですけれども、皆様は合格するための戦略っていうものを考えてますか？合格するために何しなきゃいけないんだろう、合格するためにどうやって勉強しなきゃいけないんだろう、この戦略っていうものを皆様はあまり考えず、とりあえず書店に行ってテキストを買ってきて、過去問を買ってきて、とりあえず解くと、そういったやり方をしている方が非常に多いんですね。で、それでは正直合格するのは難しいんですよ。なぜなら宅建というものは覚える量がすごく多いんですね。その非常に多い、覚える量が非常に多い中でどうやって勉強していくのかっていうことをこうやって考えていかないと、戦略を立てていかないと合格までたどり着けないんですね。で、ちょっと具体的にちょっと要素を分解して今回お話しさせていただきます。なので、独学でやる方っていうのはこれを一つ一つですね、分解をして自分の勉強に生かしていただければと思います。まず戦略っていうのは大きく分けて3つ要素に分かれてて、何をいつまでにどのようにして勉強していくかっていうことです。で、何をっていうのは大体皆さんできているんですよ。だいたい過去問ですよね。で、過去問で正しいです。過去問を勉強していくんですけども、次なんですよね、いつまでにその過去問をやっていくのか、1ヶ月以内にどこまでやるのか、まず計画立てていないってことですよ。これまずできていない方が非常に多い。次、どのように、もっと多いのはここですね、やり方。過去問をじゃあ解いて勉強していくのはいいんですけども、どうやってやっていくのかっていうのが、体系化されていないっていうのかな、確立されていないっていうのか、ここが一番非効率なところなんですよね、皆様が、勉強していく中で。なんでここを、こことここを皆様は考えて、日頃の勉強しながら考えていく必要があります。独学であれば初めは失敗をするのは当たり前なんですよ。それ全然それは仕方がないと思います。でも失敗をしたら、その失敗した原因っていうものを追求して、じゃあどうすればその失敗を生かして次のステップに上がれるかっていうのをぜひ考えて、進んでいっていただければと思います。で、これがもう自分ではもうやっぱ難しいと、一回もう落ちちゃって、実際これを考えたけれどもわからないっていう方がいるのであれば、弊社の方はこういったことを、もう戦略をですね、もう体系化させています。それを個別指導でその人に合わせてカスタマイズして、その人の課題点を抽出して、それに対してじゃあ解決策を、提案をしていくと、でやっていただくと、まあ、そういったことを個別指導でやってるんですね。そういった方も、ぜひですね、興味があるっていうのであれば、ホームページの上の個別指導のところ、効率的な勉強法って書いてある緑のバーあるので、そちらをクリックしていただいて、詳細を見ていただければと思います。YouTube であれば下の方にそのページ飛ぶリンク貼っておきますので、そちらの方から飛んでいただければと思います。で、見ていただいて、疑問に思うとか、こういった場合どうなんだろうとか、そういった質問があれば何でもおっしゃっていただければと思います。この戦略っていうものはもうないとですね、戦略に基づいて行動していかないと宅建ってやっぱ合格するのは難しいので、ぜひ独学でやる方であっても、これは自分なりに考えてトライアンドエラーを繰り返しながら、ぜひ勉強を進めていっていただければと思います。